ここだけって女子いるのってちょっと思う。あるわ家とさ、このスタジオの往復でさ、女子っていうもの見ることないじゃん。友達の彼女めっちゃ来るよ、俺の家。なんかさ、網にかからない女子ばっか見ない、もう、なんていうの、イオンとかですれ違うさ、見ず知らずの人たちばっかりでさ、候補生がいないというか。そう、だから、学校がいかに恵まれてたかって話だよ。学校すごいよな。学校すごい、学校すごいぞ、マジで。さ、中学の頃とか何あの、ピュアな心。無限合コンだもんね、あれ。無限やば、無限合コン状だもんね。中学一番やばかったの。中学校無限合コン状って言ったの、お前は。高校になっちゃうと、ちょっと距離が出来上がっちゃうよね。なんかちょっと構えちゃうというか。そうだね、中学やばかったね。いやめっちゃ告白された気がするもん、そう考えると。おーっと、普通にはい、はい、手を貸します、近藤さん子やったわよ、イエイ。いや、それは間違いです。キャンプにカラオケに遊園地貸してもらおう、マジで。いけないよ、そういうことを。あの、ふと、あの、軽く言っちゃいけないよ。軽く軽いもん、今ダメなんだよ。ああいう人がいるからトラウマができちゃってね。 その23から遊び始める、ね、一緒の人いるもん、別に。あ、余裕ない。いや、あれは、セイウチです